今回は日本製のインド大橋について深掘りしていきます。2024年1月インドの大都市ムンバイに日本製の海上道路橋が完成しました。日本の IHI のグループ会社である株式会社 IHI インフラシステムとインド共和国のゼネコン最大手ラーセン&トゥブロリミテッド社とのコンソーシアムで建設され、大きな話題となっています。そしてムンバイに建設された海上道路橋はインドで初めての技術が採用されており、多くの国で日本の技術が称賛されています。そんな日本製の海上道路橋ですが、どのような技術が採用されて建設されたのでしょうか。今回はインドの大都市ムンバイに建設された日本製の海上道路橋についてお話しします。動画が良ければいいねで応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。ムンバイの深刻な渋滞問題、まずはムンバイに建設された海上道路橋についてお話しする前に、ムンバイの深刻な渋滞問題や海上道路橋が建設された背景についてお話しします。ムンバイは人口約1800万人を擁し、インド最大の都市です。ムンバイは同国最大規模の都市圏で人口過密都市として有名です。世界で最も魅惑的な都市ランキングではアジア最高の5位にランクインしたこともあります。しかしムンバイでは交通渋滞が深刻化し、その影響で経済損失が大きくなっています。特にムンバイ市の中心部では道路の混雑や鉄道の遅延がとても大きな問題となっています。インド全体でも人口が急速に増加しており、2023年には中国の人口を上回り約14億3000万人に達していたのも記憶に新しいです。このような状況下で交通インフラの整備や効率化がインド経済を支える課題となっています。マハラシュトラ州政府はムンバイ都市圏の広域的な経済発展を促進するため、ナビムンバイ地域の都市開発を推進してきました。しかしムンバイ市からナビムンバイまでの交通インフラは限られており、湾を周回する道路や鉄道が主な交通手段のため、移動に大きな時間がかかる状態でした。このため都市間の移動の利便性を向上させるためには交通渋滞の緩和が不可欠とされてきました。こうした背景の中、2021年に IHI インフラシステムとラーセン&トゥブロ社はインド国家高速鉄道公社が推進するムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業の一環としてプロジェクトを受注したのです。このプロジェクトは高速鉄道の建設によって交通の流動性を向上させ、ムンバイ都市圏の広域的な経済発展を支援することを目的として着手され、2024年1月に海上道路橋が完成しました。ムンバイに建設された海上道路橋、 IHI がインド最長の大橋を建設。ムンバイ湾横断道路建設事業はインド共和国マハラシュトラ州ムンバイ都市圏において、半島側のムンバイ市中心部セウリからムンバイ湾を挟んだ東港のナビムンバイ市を接続する総延長約 22km のインド最長の海上道路です。東京湾アクアラインの 15km よりも長い橋となっており、インド最長の橋となりました。ムンバイ湾横断道路建設事業は IHI インフラシステムとラーセン&トゥブロが担当し、 IIS、L&T が担当した橋梁建設工事パッケージ1は約 10km の海上道路橋の建設工事を行いました。 IIS はこのプロジェクトで初めて採用される重防色塗装の鋼床板箱桁の製作、輸送などを担当しています。また海上道路橋の建設は円借款による
政府開発援助案件であり、この海上道路の建設には総工費2120億ルピー、日本円で約3816億円が投じられており、そのうち約 70% は国際協力機構による円借款で支援されました。ムンバイ市はインドにおける経済面での首都として知られ、人口増加と自動車の増加により交通渋滞が深刻化しています。一方、経済特区に指定されたナビムンバイ市では港湾の拡張や新空港の建設が予定されています。これらの地域間のアクセスは限られており、ムンバイ湾を周回する道路や鉄道が主な交通手段となっていました。しかしムンバイ湾横断道路の完成により、ムンバイ市とナビムンバイ市間の移動時間が大幅に短縮、ムンバイ都市圏の連結性が向上し、経済成長が促進されることが期待されています。さらに交通渋滞の緩和により、大気汚染などの軽減も期待されています。ちなみに IHI はこれまでインドや他国で多くの大型橋梁建設プロジェクトに携わっており、豊富な経験を持っています。 IHI は創業から170年以上、造船で培った技術をもとに事業を拡大。今では資源、エネルギー、環境、社会基盤、産業システム、汎用機械、航空、宇宙、防衛の4分野で事業を展開しています。今後も海外での協力活動を推進し、各国の発展に貢献していく計画です。インド初の日本技術が採用。今回の建設ではインドで初の日本の技術が採用されました。それが先ほども少し触れた鋼床板箱桁の技術です。鋼床板箱桁は東京湾アクアラインにも使用されている橋梁形式で、その特徴は高い剛性と耐久性にあります。箱桁の形状が曲げに対する抵抗力を高め、大きな荷重にも耐えることができるため、長距離や大規模な橋梁の建設に適しています。また鋼製の材料は耐候性や耐食性に優れており、長期間の使用に耐えることが可能です。鋼床板箱桁をはじめとする日本の橋梁技術は世界的に高く評価されており、特に革新的な設計や材料技術、施工技術、維持管理において他国に先駆けて進んでいます。地震が多い国である日本では、橋梁の設計において地震に強い構造を持たせる技術が発展しており、鋼床板箱桁も耐震性を考慮して設計されることが一般的です。日本の鋼材技術も非常に進んでおり、より強度が高く耐久性に優れた鋼材が開発使用されています。これにより、より長寿命でメンテナンスが少ない橋梁の建設が可能となり、経済的なメリットをもたらします。さらに日本の建設会社は高度な施工技術を持ち、精密な施工で安全かつ確実な橋梁建設が可能です。さらに橋梁の長期的な維持管理に対するアプローチも、科学的な根拠に基づいた定期的な点検や先進的な保守技術を用いています。これらの要素が組み合わさることで、日本は鋼床板箱桁を含む多くの橋梁技術において世界をリードしています。その技術力は中国をはじめとする他国にも大きな影響を与えており、日本の技術が世界中で高く評価されているのが現状です。2時間から20分に短縮。2024年1月12日にインド西部マハーラーシュトラ州のムンバイ湾に架かる国内最長の海上道路が開通しました。これまでムンバイ市と対岸のナビムンバイ市間の移動にかかっていた約2時間が約20分に短縮されました。ナビムンバイ市にはインド最大のコンテナ港である JNPT 港があり、
またメトロや新ムンバイ空港の開業など急速な開発が進行しています。海上道路の開通によりムンバイ市とナビムンバイ市の接続性が飛躍的に向上、ムンバイ都市圏の成長が促進されると期待されています。2024年1月に行われた開通式にはナレンドラ・モディ首相やエクナット・シンデ州首相や日本の鈴木博駐インド大使らが出席しました。そしてこの海上道路は政権与党のインド人民党の創設者であるアタルビハリ・バジパイ元首相の名を冠してアタル橋と命名されました。また現地の人たちからも待ち望む声が多数上がっています。いくつか見ていきましょう。ついに海上道路が開通した。これでムンバイ市とナビムンバイ市の往来が20分に短縮されるってすごい。交通渋滞のストレスから解放される日が来るなんて本当に嬉しい。スズキの車に乗ってるけど日本の技術ってすごいよね。海上道路にも日本の技術が採用されるって聞いてますます日本の技術に興味が湧いてきたよ。これからもっと日本の技術がインドで活躍するのを見るのが楽しみ。本当に世界中で評価されてるんだから安心して使えるし信頼できるよね。新しい海上道路すごく便利です。これで仕事にも早く着けるし家族との時間も増やせる。感謝の気持ちでいっぱいだよ。スカイブルーを基調としたシンプルなデザインいいよね。洗練された印象があっておしゃれだし心地よい感じがするよね。地域全体の発展につながるね。これで経済活動も活発化するし将来が楽しみだ。これは素晴らしいニュースだね。日本の高度な技術力が生かされるっていうのは信頼感があって安心できるよね。これでムンバイの交通問題も解決に向かうかもしれない。日本の橋梁技術は世界でもトップクラスだから安心して使用できるし品質も高いはず。これでムンバイの移動がさらにスムーズになるといいね。このように現地からたくさんの称賛の声があふれています。日本のものづくりの技術は圧倒的ですね。皆さんは日本製のアタル橋や日本の技術についてどのように思われますか？コメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。